よし、というわけでサマーレッスンの続きをやっていこう。 7 days to die。 あ、おかしい、もう付け方忘れてる。まあ今日どうしようかな。この前ロジカルにしてなんかあんま良くなかったから、じゃあちょっと真面目にやろうか。暗記とか一番いいでしょう。世間話をする、補正特になし、学校の話題、見抜く力など。じゃあこっちの方が絶対いいな。じゃあこれ使おう。いやー、十字光の部屋。おお、先生おはよう。おはよう。じゃあ始めよっか。あんまり前回遊べなかったからちょっと動いてみるか。あー、ちょっと暗くなっちゃった。え、真っ暗、真っ、あ、びっくりした。そういうことね、時間が経ったんだ。あー、ここで選べるんだ。どうしようかな。照明を暗くする照明暗くするってなんだよお前。絶対これじゃん正解。どうなっちゃうの今、明るいけど。え、あ、休憩？じゃあ休憩ね。頑張りましょう。また頑張りそうになっちゃったよ。また不適切かよ。もうしょうがねえな。まあ俺が悪いわ。話しかける。話そうぜ。体調疲れてない、うん、どうよ。私スタミナはある方だし、まだまだいけるよ。あ、そうなんだ。それより先生は大丈夫？いつも私の面倒見てくれてるもんね。あ、ここが限界だ。これ以上はいけないわ。あのね、先生だって、うん、辛い時とかしんどい時は休んでいいんじゃない？私に任せて。どっか一緒に連れてってあげる。連れてってくれんの？あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃったよ。今日中身ねえな。やばいやばい。おお、なんだなんだなんだ。こんな感じ。近すぎるだろ。またね先生。すごいな、この広い部屋でどんだけ密着してんだよおかしいだろ今の距離感は。相手も相手だぞ。また喫茶店、早いよ戻ってくんの。今日も何もしてねえぞ照明を暗くする。やめろやめろ、残すな記録として。事件だぞ軽い。どうなったんだろう。なるほどなるほど。わ、どんどん下がってくじゃん悪い方へ悪い方へと行くけど、雑談で盛り上がりすぎた。そっか、うわ、ちょっと早くないペース。もう水曜日だよ早いよ、しょうがねえな。じゃあ今日も、いろいろやっていくか。じゃあ今回読み解き、まあ一通り選んできたよね。レッスンを開始。よし、おー、近えよおかしいだろこれ近すぎだろ、目線ここにあるからな不自然すぎるだろ。絶対狙ってるだろ相手も。お、なんだなんだなんだ、なんかバンドエイド貼ってある。大丈夫？心配だな心配だな。今日はこのスタイルなんだ。じゃあノートに書く選ぶか、一番なんか良さそう。じゃあ休憩ね。普通です。何？普通か。話そう。この間がちょっと緊張するよねどうしよう。レッスンのことについて聞くか。どうだった？質問ある？レッスンで分かんないことは大体その場で聞けてるから、うん、多分大丈夫なんだけど。大丈夫よかった。本番までに全部覚えきれるか不安かな。不安？なるほど。じゃあ今日は終わり。明日もよろしくね先生。近いって、これ俺が近いのかな。そんなことないよ。俺は適度な場所にいるからね。正解の位置にいるから。俺は相手がやっぱ知見だよさあ今日はどうよ。今日なかなかいいんじゃないの。あ、でも見抜く力と心の豊かさがアップしたな。はいはいはい。それで総評は？うわ、5しか上がんねえ。10ずつ下がるのに5しか上がんないんだ。というわけで、まあ、サマーレッスン第2回目、まあ、おそらく次回で、まあ、7日目になっちゃうんじゃないかなっていう、うん、いやー、ちょっと終わりたくないな。鼻の下が伸びるな。季節の変わり目でちょっと風邪気味です。ちょっと体調のことを考えてね、その1日30分までにしてるから、まあ、ちょっと今日はここまでにしよう。また明日明後日やろう。うん。